福日橋 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。普段四駆の車に乗っています、案内人の M です。オーダニストもかっこいいです、サポート担当の A です。はい、ということで、まずこの間もこの動画見たぞって思って帰ろうと思った方は少しお待ちください。今日別の動画となっております。今日持ってまいりましたこちらの車、日産のオーラニスモです。で、先日ですね、このオーラニスモの中でもマイナーチェンジが入って追加になりました四駆のモデルで、バンダイアズマスカイラインとかを走ってくるぞという動画を公開させていただいたんですけれども、今日は実は持ってきておりますのはオーラニスモの中でも肉のモデルです。はい、改めてこちらオーラニスモ、日産オーラをベースにニスモがスポーツモデルとして手掛けた、まあもうスポーツカーって言っていいだろうっていうような、その1台で、先日のマイナーチェンジで新たに四駆のモデル追加になったんですが、今日はマイナーチェンジ前の肉のモデルとなっております。で、この間ですね、四駆のオーラニスモに乗った時に思ったんですよ。あれ、走っててもしかして肉の方がなんか楽しいんじゃないかなって。はい。でも、あの時はまだ四駆のニスモに乗っただけだったので、ちょっとこれは私たちの課題になったんです。それに対する今日はアンサー動画になるといいなと思って、車を準備させていただきました。このオーラニスモの肉に乗って、全く同じルートを走って試していきたいと思います。それでは、行ってみましょう。はい、では改めまして本日乗ってまいりますのがこちらオーラニスモの肉のモデル。そしてですね、まだ先日の四駆のモデルの試乗動画ご覧いただいてない方はぜひこちらを先に見ながら、まあもしくはこの動画をご覧いただいた後にですね、四駆の方もご覧いただきたいなと思うんですけれども、前回の試乗と全く同じく私たちがおりますのは福島日産の郡山店です。で、ここからまずは高速道路に乗ってからのバンダーズマスカイラインを走っての福島市街に降りていくという、そんなルートで行きたいと思います。まあ、詳しい部分はですね、また走りながら行きたいと思うんですが、まずはこちら、ドライブ情報ですね。これをリセットしていきたいと思います。全項目リセットいたしました。はい。では、早速、ここ、郡山店をスタートします。で、本日の試乗ですね、まあ、出発地点も同じ、走るルートも同じ、ゴール地点も同じという全く同じ中でですね、まあ、条件としてちょっと違うのは気温が今日の方が暑めかなぐらいで、今だいぶエアコンがですね頑張って動いているんですけれども、ただ走りの点で言うとそこまでこの気温の差っていうのは影響しないレベルかなと思います。で、今日乗っておりますオーラニスモの肉は、冒頭でもお伝えしました通りマイナーチェンジ前のモデルではございます。ただしこの肉のモデルに関してマイナーチェンジ前と後で変わった部分っていうのはそれほど大きくはありません。フロントグリルの形状、そしてギアバンパーの形状ですね、マイナーチェンジ後の方が細かく見れば空力特性が向上している部分とかはあるかと思うんですけれども、まあ、今日走る速度域で、このマイナーチェンジ前後での空力の違いっていうのが、走りの点、特に自分で運転して感じる、違いには、まあ、そうそうつながってこないだろうという、部分になりますので、これからですねオーラニスモをご検討いただく方、肉にしようかな四駆にしようかな迷ってますよっていう方にとっても、十分に参考にしていただける内容になるんじゃないかなと思っております。あとドライブモードの部分ですね、このオーラニスモはエコモード、ノーマルモード、ニスモモードの3つのモードから選択して走っていただけるようになっております。で、このモード選択についても前回の試乗とほぼ同じタイミングで切り替えをしようというふうにちょっと心がけていきたいなと思います。まずは郡山南インターチェンジに向かってですね、走っていくわけなんですけれども、まずはエコモードで走行しております。で、このオーラの肉なのか四駆なのかっていうところで、私もどっちがより走っていて楽しい車なのかという点において、もしかして肉の方がいいんじゃないかなっていうのを、前回の結論というよりは仮説とさせていただいております。四駆よりも肉の方が走ってていいんじゃないかなっていう仮説を前回の動画で私は立てておりました。その部分を今日はじっくり味わうんですけれど、まあ、なんで肉の方が楽しいんじゃないかっていう
考えに至ったかっていうところで、四駆のモデル、まず性能はかなり向上しています。2駆と比べて、何が違うかというと、四駆のオーラニスモというのは後輪を駆動するための、まあ、e パワーの四駆全般に言えることです。後輪を駆動するためのモーターがついています。でさらにその後輪用のモーターが標準のオーラの四駆と比べてパワーが 1.5 倍に上がっていると、後輪により強い力をかけることができるようになったことによって、特にコーナリング時により早くコーナーを抜けることができる、外に膨らまずむしろグイグイとあの FR 車のように内側に車を向けていく、そんな走りを実現できるというところで、うわ四駆ってすげーな、めっちゃオーラニスモの四駆いいなっていうのがあのここ最近の世論でございます。はい。なんですが、じゃあ二駆ってもう言ってしまえば四駆に対する廉価版なの、安いモデルとしてオーラニスモの肉を残したのっていう、ネガティブな捉え方をすればそうなるわけなんですよね。ただし私が前回四駆を乗った上では、あ、そうじゃない、ネガティブな肉じゃなくってポジティブに意味があって肉を残しているんじゃないか、オーラニスモ走りを追求したモデルの中でもあえて肉を残してるんじゃないかっていうところをですね、今回の主軸としてお話をしていこうと思っているわけです。ではですね、まずは、高速道路の合流加速のところでニスモモードでの加速を試していきたいなと思います。まあ、高速道路にまず向かいますって、言っておいて、まだ一般道でちょっと話をしようと思うんですけれど、今完全停車の部分からこう発進加速をいたしました。でそのフィーリングがやっぱり肉の方が軽やかに前に出るなっていう感覚があるんですよね。でこれですね、あの車のスペック的な話で言うと、まあ後輪のトルクが上がってる四駆の方がなんかこうパワー感のある走りをするんだろうなっていうあのイメージがある一方で、この肉のモデルっていうのは四駆と比べて車両重量が110キロ軽い、まあ、四駆の方が110キロ重いという言い方をした方が適切かなと思うんですけれど、なので軽いんですよ、こっちの方が四駆よりも。でそういう点 でなおかつこのニスモによって調整された、モーターの制御の部分が今エコモードではありながらもすごくパワフルな、そして鋭いものになっております。エコモードで走ってるんだけど、このオーラニスモの肉の停車状態からの加速が結構鋭さを見せてくれるんですよね。そのあたりも、なんか本当まだあの数キロしか走ってませんけれど、そんな中でもあ、やっぱり肉の方が加速の点で言ったら四駆よりも良さそうだなっていう実感がですね、持てるレベルで違いがあるんですよね。鋭い加速をしてくれるのが肉のオーラなんじゃないかなと。でここからですね、高速に乗って、まあ、ニスモモードに切り替えて、で、合流加速をするんですけれど、まあ、合流加速で感じ取れる加速感というのは、いわゆる中間加速の部分ですよね。で、その中で、どうだろうな、あの、前回、四駆に乗った時に、まあ、すごい滑らかに、そして機敏に、本線に乗ったんですけれど、まあ、うわっ、すっげー加速っていう風にはなりにくかった部分がありますね。ただしこの肉でもとはいえ、まあ、ニスモとはいえ中間加速で、そこの差っていうのが出てくるかっていうとちょっと違い感じ取れるかな、どうだろうな。先日ですね、夏休みの特別企画でこのオーラニスモの肉と、そしてメガーヌ RS、ルノーのメガーヌ RS という、まあ、あれは本当ガチンコのスポーツカーなんですが、そちらで加速対決をしました。その時にも、0-100 の加速で見た時に、走り出し、初速は、オーラニスモの方が速かったんですけれど、最終的には、時速100キロに到達するまでの時間は、メガーヌ RS の方が速かったんですよ。つまり、中間加速以降の速度域では、いかにオーラニスモとはいえ、限られた馬力の中での制御になりますので、まあ、苦手とは言わないんですが、スポーツカー的な車と比べた時には、やはり劣る部分があるのかなというところございますね。
はい、では郡山南インターチェンジから高速道路に乗ってまいります。 ETC ゲートを越えたところからですね、ニスモモードに切り替えます。はい、ではニスモに切り替えました。あー、やっぱりですね、今低速域ですけど、ニスモモードに変えた瞬間、車が、どんどん前に行こうっていう、その意志を感じる、走りをしてくれる。もうこれは、今ぐらいの感じでいけば、ニスモの4駆も2駆も、まあ、大きな差はないのかなと思いつつ、いや、でも、なんか2駆の方が、元気のいい感じは、するかなぁ。で、あとこういうちょっとまだですね、今日この後バンダイスマスカレーにまた行きますので、コーナリング性とかはそこでじっくり確かめたいと思いますけど、いや気持ちのいい走りしますよね。では加速します。あ、あ、やっぱ肉の方が速いんじゃないか。速そう。いや、まあもうスペック的に、この、加速の部分は、肉だと思う。今、中間加速からの100キロまでは持ち上げましたけど、四駆の時よりも、まず、アクセルボンと踏み込んだ時の、この、こう、押し付けられる感じ、ぐいぐい前に進んでいくっていう感じは、肉が強かった。だな、肉強いんだよな。あとあらかじめ申し上げますと、今日多分私はこの肉のオーラを褒めることの方が多くなると思うんですけど、この先。ただしこれ、じゃあ四駆ダメなのっていうと、もちろんそんなことはなくって、これは、このオーラニスモをこれからお買い上げいただく皆様にちょっとこう問いたい部分と言いますか。なんだろうな、例えば今日行く、これから行く峠道とかも、より素早く、滑らかにコーナリングを抜けていくという点では、おそらく四駆のニスモの方が強いんですよ。これは先ほど申し上げたように、まあ、FR スポーツカーのような走り味を強く実現しているのが、オーラニスモの四駆の方。後輪からかけるパワーが強い。だから、ぐいぐい、コーナーを曲がっていける、抜けることができる。アクセルを踏み込みながらコーナーをこう加速しながら抜けていくっていう、その動作がよりスムーズに素早くいけるのは四駆の方。この点は間違いないと思います。ただ、一方でじゃあ走る楽しさという点で、まあ、高速道路のこの合流加速とかは正直、私肉でも四駆でもどっちでもいいなって思っちゃうんですよ。これは、普段の日常の中で、この加速力を使う、まあ日常というか一般道を走っての中ですね、この加速力を使うシーンっていうのは非常に限られていて、もう高速に乗ってしまえば、あと大体同じですから。で、そんな中での、こう違いっていうのは、大きな、差にはならないと思うんです。一方で、じゃあ峠道とか、よし、このオーラニスモの走りを存分に楽しんでやろうと思って、峠道に出かけた時に、うわぁ、俺すげぇ、滑らかに素早くコーナリングをしているっていう、その点において、満足感が高い車がいいのか、それとも、まあ、これはまだ検証前ですけれど、車を操っている感覚、ビシバシコーナーを抜けていく、路面に吸い付くようなビシッと走っていく感覚、これが、まあ、肉の方が強いんじゃないかなっていう予想のもと、はい、今日は走っていきますと、これ何言ってんだろうなって思われる方も多いかもしれないんですけれど、 A さん、ここまでの話を聞いてですね、私が伝えたいことって何か伝わってます？なんとなく、そして、はい、オーラへの愛が強いなって思いました。 ありがとうございます。結構私、オーラとこのオーラニスモへの愛は深い方だと思います。いや、好きなんですよ。なんせ初めてオーラニスモに乗ってスカイラインを走った時のあの感動がですね、私は忘れられない。はい、では前回同様に二本松インターチェンジですね、そちらで高速道路を降りたいと思います。まあ、あとここまでニスモモードで走ってきましたけれど、ひとまずは
エコモードに戻してですね、進んでいきたいなと思います。はい、では間もなく日本松インターチェンジです。エコモードで高速道路をここまで走ってきました。まあこの区間エコモードで走っててのうーん2区と4区の差はそんな感じはしないかなって思うんですけど、ただどうだろう、プラシーボ効果かもしれませんが、うーん車両重量軽い分の動きをしてるなみたいな感覚もないわけじゃない。あーでもどうだろう、ちょっとしたこう段差を超えた時のいや収まり方も差は感じないかな、私には感じ取れないかなっていうのが正確な言い方なんでしょうけど、こういう段差をこう超えたらまた来ますけど、ここの差は2区4区ほとんどないような感じはします。はい、では高速道路を降ります。そしてですね、 A さん、はい、暗くなってきましたね。なんかすっごい雨降りそうです、ね、今にも雨が降りそうな、あの影の存在しない天気といいますか、影の存在しない、ああそういうこと、そうそうそう、あの日差しがない、日差しがなくて全然、はい、あの普通に見てると影がないんですよね。あでも向こう側すごい本当だ晴れてますね。あれでも今から行くのあっちじゃないんだよなじゃあもしかしたら雨降ってるかも。かも。では高速道路を降りまして、ここからですね、まずは岳温泉方面に向かった上で、バンダーズマスカイラインに走っていきます。オーラニスモいいな、いいな。どうなんだろう、皆さんオーラニスモこうどんな方乗ってるんだろうなっていうのもちょっと気になるところで、なんか話によると実は意外とオーラニスも女性も乗ってる方多いなんていうことなんですよね、まあ、意外とっていう言い方ちょっと失礼かもしれないんですけれど、なんかそんな話もあるそうで、まあ当チャンネルご視聴いただいてる方にも女性のオーラニスもユーザーもなんか一定数いらっしゃいそう。あと A さんもオーラニスもデザイン結構好きだって言ってましたもんね。私好きですね。ですよね、はい、なんかそのあたりなんかニスモって結構私はてっきりあのゴリゴリのスポーツカー好きの走り屋みたいな男性が、はい、乗ってんのかなっていうあの印象もないわけじゃなかったんですよ。でも実はそうでもないんだなっていうところで、あのなので皆様オーラニスモ買おうかなって、迷ってる男性の皆様もですね、これに乗ってるとなんかスポーツカー大好きの走り屋みたいに見えて女の子にモテないかもって思ってるかもしれませんけど、全然そんなことなさそうなのでご安心ください。なんかゴリゴリのスポーツカーだと結構手を出すのも難しいじゃないですか。そうですね、ちょっとなのでこれくらいのスポーティー感、はいはいはい、だと全然手が出やすいような、確かに確かに感じですね。なんか割とこう女性ユーザーって可愛い車好きなのかなって思いきや、かっこいい車の方が好きっていう女性もあの多かったりしますよね。意外とかっこいい車女性受けしますね。しますよね、はい、一方で可愛い車に乗りたい男性諸君もいらっしゃるような気もしますけど、日産の可愛い車だとサクラとかですか？デラックス？パオ。パオ。もうないですけど。そっちですね。私パオとかフィガロとか本当いいなって思う、乗りたいなって思います。個人的にマーチとかも可愛いなって思ってました。マーチもいいですね。あの私は K12 マーチのボレロがいいな。でもこのオーラニスモもまあそうですよね。手が出やすい。程よいスポーティー感みたいなところもやっぱり人気の秘訣なのかなと思いますね。実用性の点で言えばほとんど、まあ、ノートとかオーラと同じですから、室内の広さはノートやオーラと全く同じで、車高がちょっと低かったり、まあ、あとあのスポイラーが伸びている分、なんだろうな、あの段差に対する耐性は標準の車と比べると低めなんですけれど、でも普通に使っていただいてて、まあ、若干気をつけなきゃいけないシーンはありますけど、じゃあ普通に道を走っていて
それで、スポイラーをするとか、そういうこともありませんし、まあ、ちょっと高めの車止め気をつけなきゃいけないかな、ぐらいの、そのぐらいのものですよ。では、引き続きエコモードで走ってまいります。まあ、ここからですね、万代あずまスカイラインに入るまでは、エコモードで、とにかく、走っていきます。はい。では、今、峠道走ってるんですけれども、まだ、バンダーズマスカイラインではありません。でも、もうそろそろバンダーズマスカイラインです。先ほど、岳温泉方面にですね、走ったところで車止めましたが、そこからもう随分走りまして、115号線も超えて、今、もう少しでバンダーズマスカイラインの入り口ですっていうところを走っております。ここまでですね、必死に耐えて、エコモードで、ずっと走ってきました。で、エコモードでやっぱり走ってる分には、まあ、2区だから4区だからっていうところは、そんなに感じないかなと思います。で、あと、スカイラインのように、ヘアピンカーブがこう、続く道を走ってると、足回りの差っていうところを強く感じるかもしれませんが、まあ、このぐらいの道だったら、今のところ、問題ないかなと。問題ないっていうか、まあ、快適に気持ちよく走ってますけれど、2区4区での差はないかなっていうところですね。はい。ですが、まあ、エコモードでもこういう、ちょっとこう、タイトめのカーブを曲がるときですね。はい。クッと曲がってくれる。この感覚が楽しいのは、ほんとオーラニスモのいいところ。こう、オーラニスモ乗ってる方たちって多分、めっちゃ速い車が欲しくて、選んでるわけじゃないと思うんですよ。で、じゃなくって、いかに、こう、走りを純粋に楽しめるかっていうところに、焦点を当ててる、方が多いかな。そして、まあ、そういう点で楽しめる車をですね、開発してあるのかな、なんていうところがあります。だから、なんか、加速の感じとかも、こう、まあ、いいパワーで、ニスモによって調整が入ってる。でも、特にこの肉のモデルは標準のオーラと馬力もトルクも変わってないんですよ。同じ。ただし、その最大パワーを発揮するまでの調整、このパワーの曲線みたいなものがですね、全く違うものになってる。だから、アクセルを踏んだ瞬間に機敏なレスポンスを見せてくれる。で、さらにですね、足回りも変わってるし、で、写真にも補強が入ってるし、っていうところで、こう、トータルをすごくバランスよく、作り込んである。だから、峠道を走って楽しい車、オーラニスモと、完成してくるわけなんですよね。いやー、ちょっとですね、オーラニスモでバンダーズマスカイライン走るの、だいぶ久しぶりで、2区でですね、この間4区で楽しみましたけれど、2区のオーラニスモでのバンダーズマスカイラインが、ちょっと、ワクワクしてきましたね。初めてこのオーラニスモの肉でバンダーズマスカイラインを走った時のあの感動が今日この時4駆を乗った上でのちょっと試してみようぜのここでも感じ取れるかっていうところがですね、はい、ポイントとなっております。あー、いいな。ごめんなさいね、まだニスモモードにもなってないんですけれど、この登りながらのこうぐーっとこう走っていく感じ、いいんじゃない。やっぱニスも肉もいいんじゃない。そんなところをじっくりと今日は確かめたいと思います。それではこの間も来たばっかりだけど日本の道100選バンダイアズマスカイライン、ここからが今日の動画の本番です。オーラニスモの肉の走り、4駆と比べてどうなのっていうところ、走りの楽しみを感じやすいのはこっちじゃないのかなっていうところをですね、確認していきたいと思いますが、まだエコモード。ちょっといくつかコーナー抜けましょうね。いや、でもね、やっぱり、4駆と比べた時にですね、ガシッと感が、肉の方が強いんじゃないかな。こういうコーナー、ちょっとオーバー気味に入るんですけど、クイックイ曲げてく。で、このクイックイ曲がってく感じが確かに4駆のモデルの時に、この間の4駆のニスモの時に感じた感覚とはちょっと違うぞっていうところ。はい。では、ちょっとニスモモードに変えていきましょう。変えますと。はい。いいんじゃない?で、コーナリングしながら、曲がってくんですけど、はい。で、緩めて、
コーナー進入してアクセル踏みながら、いいなぁ、いいなぁ、いいなぁ。やっぱり、こう、言葉を、選ぶなら、言葉を選ぶならというか、どう表現するかという点では、四駆のニスモは滑らかにコーナリングを抜けていく。コーナーの途中から、抜ける途中からアクセルをぐーっと踏み込んでいって、その抜け具合が、でも、しっかり、ノーズが、車が自分からノーズ側を内側に内側に向けていく。だから、滑らかにスムーズに曲がっていく。その感覚が強い。一方で、このオーラニスモの肉の方、車の踏ん張り感を体に感じることができる。こういうコーナーで減速をします。曲がります。アクセル踏みますっていう、このアクセルを、アクセル踏み込んだ時のレスポンスもやっぱり肉の方がいい。コーナリングの途中でというか、こう、踏んだ時のポンと前に出る、その最初の感触っていうのは、肉のこのボディの軽さに起因するものだと思います。ボンって出るんですよ。四駆が決して加速が悪いわけじゃありません。でも、肉のこのオーラのニスモのこの加速、いいんじゃない？ポンって踏んだ時のこの、すいませんね、さ、振っちゃいますけど、このポンって行く、この加速感っていうのが、肉、いい、ありだな。で、こうやってコーナーを抜けます。この時の、こう、ぐーっとアクセル踏みながらですね、四駆の方がよりしっかり曲がっていきます。よりグイグイ、グイングイン内に入っていく。その感覚は間違いなく四駆の方が強いし、そして実際としてコーナーを抜けていくスピードというのは四駆の方が速く走れるだろうっていう、そこは、こう肉を乗ってなお感じます。一方でこの肉を乗っていて、感じるというのは、よりこの車のオーラニスモがしっかり路面に吸い付いて、そして今、外側に、車の外側に、遠心力がかかります。そのかかった遠心力が、でも、ボディが外側に向かって傾くんじゃなくて、こう足をしっかり踏ん張って支えてくれる。支えて支えて。支えて走っていきますの、この感じがですね、いいんですよ。不安定さじゃないんですよ。不安定になるんじゃなくて、がっちり足回りで車を支えていく、外に向かう遠心力をしっかり車が踏ん張って走っていく、この感触ですね。四駆はもっとスムーズにぐっと素早く抜けたスマートな走りを見せるのは間違いなく四駆なんですけど、その車の性能を使ってぐーっと走ってく。でも不安定じゃない。車が不安な動きにならない。だからしっかりアクセルを踏んでいけるっていう、その感触は肉の方が強いと思います、私。コメントでも四駆の動画を公開させていただいた上でですね、四駆を買ったよ、肉を買ったよっていうコメントをですね、いただいてるんですよ。で、そのコメントもやっぱり買うときに、このタイミングでオーラニスモを買うにあたって、肉にするか四駆にするか迷った。迷った上で、四駆を選んだんだけど、やっぱり肉の方が良かったかな。いや、四駆の方が良かったかなっていうところを、私、どちらを選んでも、本当に満足のいく走りをですね、得ることできると、自信を持ってですね、お伝えいたします。お伝えしますが、いや、私もでも、じゃあこうやって乗り比べて、うわ、肉四駆どっちかな、本当、このスカイライン、まだ私肉で走りきってないですけど、でもこうやって実際に感触を試してみて走ってみた上で、じゃあ、どっち欲しいの？どっちだろう？すごい迷う。車の純粋な性能という点で挙げるなら、絶対四駆の方が高性能な車ですと、お話をします。これは前輪後輪の制御を緻密に行うことによって、そしてニスモが味付けをした後輪によりトルクを強くかける。それによって、どんな道でも素早く安定して曲がっていける。
これは間違いなく四駆の楽しみ方。でも峠道をこうやって走って、ちょっとこう今もすごいスピードで走ってますってわけじゃないんですよ。だけどそのこのスピード感、スピード帯、バンダイアスマスカイラインを走っていくこのスピード感の中で、でもこうコーナリングをしっかり車が遠心力を受け止めて踏ん張って走ります。その上でアクセルを踏み込んでいって不安定な挙動になりません。しっかり思ったラインをトレースしていきます。その高揚感、アドレナリンが出る感じっていうのをなんか強く味わえるのって肉なのかな。はい、減速します。登りながらの急なヘアピンです。曲がります。アクセル踏みます。グッと、あー、かっこいい。この車やっぱいいですよ。いやー、でもな、やっぱり今この間も全く同じ道を同じようにオーラニスモで、でも四駆で走りましたっていう時により踏み込んでいけたのはやっぱり四駆なんですよね。まだじゃあこの肉のニスモで限界域まで性能を使ってるかっていうと決してそうじゃないんですけど、でも四駆の方がコーナリング中に踏めた、で踏んでいきながらこの FR 感のある車の挙動っていうのを楽しめた、そこは間違いなく四駆の方がいい、楽しい、面白い。この車の性能をこう確かめる、あ、俺今いい車乗ってんなっていう、その感覚は四駆がなんか強いな。言葉を選ばなければ、肉のこのオーラニスモはバンダイアズマスカイラインでちょっとアクセル踏みながらコーナリングしますっていう中で頑張ってる感が出るんですよ。その頑張ってる感を良しとするかどうかっていうところが焦点になるんですけれど、でもこの頑張り具合が、ああ、足回りしっかりした車に乗ってるな、あ、ちょっと楽しいな、少しこうなんかちょっと限界を感じるぐらいの方が楽しいじゃないですか。そのあたりを評価するのがこの肉のオーラニスモなんだよな。ベターっと走ってる感覚がある。これは他の乗用車、普通のニスモじゃない普通の車でも言えることで、違和感のない走りは疲れない。でも違和感のない走りをする車より、ちょっとこうやって車が踏ん張ってる、突っ張ってる、それをグイッと曲げてくっていう、その感覚を味わえる方がちょっと乗ってて楽しい、あ、こいつ可愛いやつだなみたいに感じるポイントになれるみたいな、その辺ですね。どっちだろう、欲しい車。これは最終的にどっちがいいじゃないんです。私がどっちが欲しいかだけの話なんですよ。好みです。でね、今日の動画の目的って、まず一つは、これからオーラニスモをお買い上げいただく上で、肉にするべきなのか、四駆にするべきなのか、価格面ではない、そして雪道走ろうとかそういう話じゃない上での肉四駆論争について、私なりの方考えをお話をするっていう、そういう動画なんですけれど、でも、もう一つの方向性として、前々からオーラニスモの肉にお乗りいただいていた方が、あ、四駆出上がった俺の肉の立場ってどうなっちゃうのっていう、その危惧だと思うんですよね。みんな大好きでオーラニスモ乗ってるんです。でも大好きだったはずのオーラニスモにもっとすげえやつが出ちゃった、あ、四駆にした方がいいのかなっていう、そこの迷いの部分を見て、あ、どうぞ四駆の方がいいんで、ぜひぜひ四駆に乗り換えをしてください、検討してください、なのかじゃないんですよ。でも私はやっぱり前回四駆を乗った時の仮説として、ニスモは速い四駆を作ったから肉はもういらないじゃなくて、あえて肉のニスモを残しました。これは価格面だけじゃない、意味のあるニスモの肉を残した、その点をですね、皆様にお伝えしたいな。そして、今日この改めてオーラニスモの肉でここバンダイアズマスカイラインを走って、その考えっていう、その仮説っていうのは私の中では結論になりました。やっぱりそうだと思います。
四駆ではない四駆なりの楽しみがある一方で、肉じゃないと味わえない楽しみと喜びもやっぱりあるなっていうところを、これはですね皆様に伝えたい。そしてこれからじゃあオーラニスモを買う方たちに向けて、お金あるし全然30万40万の価格差払えるよ、だからじゃあ高性能な四駆を選ぶよっていう考え方っていうのはちょっと踏みとどまってほしい。改めて自分でちょっと自分自身に問うてみて、でもやっぱりこのいかに早くコーナリングをするか、駆け抜けていくか、そこに喜びを感じるんだったら四駆、でもそうじゃなくって、こうこの車が頑張ってる感じを味わいたい、こう足回りで走っていってる、コーナリングを抜けていってる、そのフィーリングを楽しみたいんだ、だったら肉。そして、まだバンダースマスカイライン今上りの区間を大体上ったというところなんですけれど、ここまでの感想、私は、いやまだ決めらんないな、肉四駆どっち欲しいかな。まあ、あとこれも車両重量の違いによってくるもので、肉の方がやっぱりアクセルをポンと踏んだ時の出足は強く感じます。グッと踏んだらグイッと前に前に走っていこう、その感情は肉の方が強いかなっていうところがありますね。こういうところですよ、ちょっと踏みますよ、こう一瞬スッとアクセルを踏みます。今ベタ踏みはしてませんよ、してませんけど、でもこのニスモの制御がよりこの車を前に行こう、引っ張って行こう、その感じは肉の方が強い。まああとそうですね、この肉のニスモはあくまで FF 車なので、全銀駆動という点でもう一回ちょっと踏みますけど、そうですね、こう普通の FF 車と比べればフロント側の浮きっていうのは少ないなと感じますけれど、それでもやっぱり FF らしいこうアクセルボンと踏み込んで一気に加速をするときにちょっとだけこうノーズが持ち上がる感覚、そういうところから感じ取れる総合的な加速感みたいのはあるかもしれません。それもやっぱりなんか高性能な車なのか、それとも車が頑張ってる様子を楽しみたいのか味わえるのかみたいな、そんなところはですね違うんだよな。なんだろう、全然車格は違うんですけれど、オーラニスモの四駆ってちょっと GTR 感があるんですよね。まあ、GTR ももちろん四駆のスポーツカー、まあスーパースポーツカーと呼んでもいいぐらいのものですけれど、GTR の四駆、オーラニスモの四駆、そこってなんかちょっと通じる。だから GTR でこういうバンダースマスカイラインを走った時に当然のように走っていくんですよ。当たり前のように加速するし、当たり前のようにコーナリングをしていくし、そのなんだろうな、絶対的な優位性みたいな部分、だから貫禄のある走りなんですよね、オーラニスモの四駆は。そういう点で肉のオーラニスモは貫禄ある走りかって聞かれると違うんですよ。ここに感じるものは貫禄じゃなくて、なんかこうちょこまか走っていく感じというか、こうクイクイ加速してギュンギュン曲がっていくみたいな、やっぱりコンパクトスポーツカー、ライトウェイトスポーツカー、そういう部分の中での楽しみ方なんですよね。では、ルートは下りに差し掛かってまいります。そしてちょっと雲がかかってる、霧がかかってるなんですけれど、もしかしたらこの間より晴れた？この間より景色は見えますね。見えそうな感じありますね。はい、前回の四駆のオーラニスモで、同じように土湯温泉側から、高湯温泉側に抜ける、このルートですね。で、下りの区間で見える景色というのをなかなか普段お届けしておりませんが、今日は見ていただけそう。レストハウスは寄ります？大丈夫です。
私は大丈夫です。大丈夫ですね。じゃあ私もこのまま降りていこうと思います。まあ今日は時間もちょっと遅いからかな。そんなに車は止まってない。とはいえ止まってますけどね。お、いいじゃない。綺麗に見えそう。ちょっと A さん、いい感じの景色映して差し上げてくださいね。はい。こちらがバンダイアズマスカイライン、まあ、一番バンダイアズマスカイラインらしいなっていう景色の区間ですよね。上から見下ろすのも、あ、上から見下ろすのもいいな、雄大、綺麗ですね。本当何回来ても飽きない。ここは私も大好きな場所でございまして、本当何度目だろう。あ、でも今年は動画上で来るのはまだ3回目かなくらいですかね。ですかね。こっち側はあんまり霧ないんですね。そうですね。上の方は霧かかってますけど、はい、やっぱまあ雲がちょっと高いぐらいの感じなんですかね今日は。あ、いいなあ、いいなあ。なんかこうやって見える景色が素晴らしいんで、こう車を止めてちょっと降りたいなとか、そういう気持ちになるんですけれど、火山性ガスがですねめちゃめちゃ発生しているポイントでして、駐車はおろか窓を開けて走ることも推奨されておりません。はい、という感じで、また、バンダイアズマスカイライン、今度は峠道下りに入っていきます。で、前回の4区の時に実は A さん、すいませんね、本当に車酔いしてたらしいんですけれど、ちょっとコンディションが悪かったのかもしれないです。あ、今のところ大丈夫です。今日は今のところ何でもないです。あ、よかったです、安心しました。やっぱりダメな時は言ってくださいね。はい。 あとこの上りの区間、私ひたすらにですね延々と喋りながら来ちゃったんですけれど、 A さん的にこう隣に乗っててってなんか違い感じるもんですか？あ、感じないなら感じないで本当大丈夫なんです。これオラニスモはですね、特にニスモモードでこんなところを走ろうもんには、まあ車酔いの心配をですねしなければいけないぐらいに隣に女の子乗せてやっていいことじゃないんですよ。皆さん気をつけましょうね。でも助手席に乗ってた感じは、はい、そこまで大きな差はないような気がします。なさそうですね、はい。うんうん、まあやっぱりこの辺はドライバーじゃないとなかなか感じ取りにくいフィーリングの部分あるかなと思いますね。本当わずかなんですよ。こうすごい差があるわけじゃないんです。ただ車両重量が100キロ違って4区と2区でのこの駆動の違い、制御の違いみたいなところの感覚は、まあ自分でハンドル握ってアクセル踏んで、そしてこうぐっと車の踏ん張ってる感じを感じ取る、こういうとこですね。こういう感じっていうのはやっぱりドライバーの楽しみですよね。はい、ではヘアピンカーブだん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 差し掛かってまいります。ちょっとこう走ってぐっと一回ブレーキングして曲がって踏んできます。あー、はい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 、あー、なるほど、下りは四駆の方が楽しいかも。下り坂でなおやっぱり四駆の方がこうぐいっと走れる感じあるなぁ。これはちょっと意外というか、まあ予想できたことかもしれないんですけど、ただやっぱりこうちょっと緩やかな坂の中になってくると、よりこう遠心力を楽しむみたいな、そういう走り方はですね、この肉のモデルの方がいいんですけど、はい、ちょっとこの間も立ち寄りましたけれど、ちょっとつば九郎田に寄ってみましょうか。はい、まあとりあえず全く同じルートを走るということを今日は、挑戦しております。はい、なのでこの間と全く同じところに車止めます。はい、一瞬降りてみましょう。マイナスイオン感じる。はい、もうしばらく峠道は続いてまいります。しっかりやっぱり肉でもこの下りのコーナリングで、アクセルは踏める、ただ踏める具合はやっぱり間違いなく四駆の方が上で、下りだと肉も四駆も同様にこうちょっと遠心力がまあ入って、で
四駆でもですね、あの下りの区間ってこう車の踏ん張り感みたいのが結構感じられたんですよ。で、肉の場合は上りでも下りでもそのこう踏ん張ってる感覚が味わえた一方で、四駆はあの上りは肉ほどじゃなかった。これはあの、まあ、先ほどからずっと言ってるようにこの四駆の高性能さゆえのものだと思うんですよね。四駆で下り区間をこう下ってこうやってコーナリングをしてる時に感じたものっていうのは、こう車がしっかり踏ん張ってるだけじゃなくって、アクセルを踏んでしっかり前に出てくる、この絶妙なバランス具合を味わって楽しんで走れたのは、うわ四駆だなぁ。肉もちゃんと前に出ていくんですよ。出ていくんだけど、そのアクセルを踏んで前に出ていくよりも、まあ下り坂で、そして惰性でこのカーブの中で走っていく、そういう何だろう、しっかりスピードを殺さずに走っていく、曲がっていくっていう部分のアクセルワークかなっていう感じするんですよ。で、一方で四駆のニスモの下り坂でのコーナリングって、上りの時と同様にしっかりコーナーをアクセル踏み増ししながら抜けていくっていう感覚をですね、味わえたんですよね。肉でも上りのコーナリングはアクセル踏み増しながら走っていく、抜けていく。一方で、下りの肉はコーナリング中スピードを殺さず走るアクセルワーク、四駆はもっと踏んでいけるって考えると、やっぱ四駆すげえんだな、すごいんだな。はい、なんて話でもしながらですね、バンダイアズマスカイラインを抜けてまいりました。これ物議を醸すじゃないですけれど、これじゃあ肉四駆どっちがいいの論争をちょっとコメント欄でも皆様にですねしてもらえるといいなってちょっと思ってて、まあなかなかですね、私たちのようにオーラニスも肉も乗りました、四駆も乗りました、どっちもこうやって本格的な峠道しっかり味わって楽しみましたっていうのできる方少ないと思うんですけど、でも今俺が乗ってる肉は四駆はこうだぞ、だからいいんだぞ、もしくはうわ羨ましいなみたいな、そういうところをですね、たくさん聞かせていただきたいなと思います。そしてそのコメントがですね、今どっちにするか迷ってる方の、より迷いにもつながる部分があるかなと思いますので、でも迷って迷って選んだ車だからこそやっぱり愛着持つし、俺の車ってすげえんだぞってこう胸を張って言えるようになるんじゃないかなって思いますので、ただこう加速感で言ったら肉の加速の方がクイックなんですよね。明らかに踏んだ後のレスポンスとかその瞬間の力強さっていうところは感じ取れるのは肉なんですよ、強いのは。考え方いろいろですけれど、四駆のオーラニスも検討される上で、冬場凍結した路面のところを走るから、凍った坂道登ったりしなきゃなんないから、だから四駆を選ぶっていう、それは一つだと思います。それは四駆選んだ方がいいと思いますって私も思うんですが、まあ、肉じゃダメってことはあんまりないですけどね。でもそうじゃないんですよね。なんか安心感を求めてオーラニスモの四駆を選ぶっていうのは、その理由だけでニスモの四駆を欲しいって思うのはなんかもったいない感じがしちゃうというか、じゃなくて四駆であることのこう特別感で、そしてその特別感って一体何が特別なのかっていうと、すごい性能でコーナリングをああやって踏み込んで回っていける車、FR のような感覚で車が回転していくっていう、そのフィーリングが楽しめるのはやっぱりニスモの四駆だからだっていう、そういう選び方をぜひね皆さんにしてほしいなと思うんですよね。まだ私肉にするか四駆にするか決められてないですけど、でも
守りの四駆じゃないんだぞっていうところなんですよね。攻めの四駆なんですよね。ここからですね、私あのうだうだと考えながら、福島市街までちょっと降りていきたいと思います。それまでには私なりのです、これはどっちがいいじゃなくて、私が欲しいのは自分で買うならどっちなんだいっていうところを、決めて、その理由とともに皆様にお伝えしたいなと思います。少々お待ちください。はい、峠道終わりまして、もう福島市街の方に、差し掛かってきております。で、高湯の温泉街過ぎたところからずーっと、うわ、肉かな四駆かなって考えながら、黙ってここまで走ってきました。あの隣で A さんはこいつ何考えてんだろうとか思ったかわかんないですけども、あの決めました。私がもし本当にオーラニスモを買うとしたら、肉にするか四駆にするか、ちなみに前回の四駆を試乗してひたすらに喋ってた私と、あのこの今日肉を試乗してひたすらは走ってた私を隣で見ていた A さん的に、私はどっちを買うだろうなって思いますか？予想してみてください。四駆のオーラニスモ。おお、ちなみにどういう点で？なんか前回の方が、はい、楽しんでた感があったような、なるほど、感じがしました。そういう感じを感じ取ってたわけですね。はい、私が決めたのは肉です。その理由は何でしょうか？はい、本当に迷ったし、多分 A さんが前回の方が私が楽しんでいたように見えたっていう、その感じもですね、きっと本当なんですよ。で、そこはまあ初めて乗る車だという楽しみプラスのオーラニスモ四駆の楽しさっていう、その辺だったんじゃないかなって思うんですよね。その初めての車であるっていうところを一旦置いといた時に、多分私はあの肉の、特にこの今日のスカイラインの上りの区間、あとはそれ以外のとこでも感じ取れた肉のモデルである、この軽量であるゆえの、加速感みたいなところで、あ、やっぱり肉かなっていうふうに思ったところがあったんですよね。もうちょっとあの詳しく話をさせてくださいね。まず前回四駆に乗った時にちょっと思ったことはあって、特に上りを登った時のコーナリングでの車のガシッと感が少なかったと。まあそれは前回もいろいろたくさんお話しした部分ですけれど、そのガシッと感がなかったっていうのが、スムーズに走れる、高性能でスムーズに走れて、車が全然無理をしないでアクセル踏みながら登っていく、曲がっていく、そのフィーリングっていうのは車として性能として本当に正しい、すごい車なんですよ。四駆ってめっちゃすごいんですよ。一方で前回乗った時に思ってたのが、あ、初めて肉のニスモでスカイラインを走った時の感動にならなかったな、到達しなかったな、そこの部分なんですよね。ある種期待してたのは、肉のニスモで初めてバンダーズマスカイレーンを走った時の感動を上回る感動を四駆のニスモが私に与えてくれるんじゃないか、そこの期待してた部分に対して、あ、いや、そうじゃなかったなっていうのが今回の肉と四駆の乗り比べ検証の発端の部分で、でも心の中で少し危惧をしてた部分がありました。私は前回肉のオーラニスモを乗ってから約3年間経っている。その中でいろんな他の車も乗ってきた、 GTR とか Z とかもっと高性能な車もたくさん試乗してきた、そういった経験を踏んだ上で改めてオーラニスモの中でも四駆に乗って、あ、このぐらいなのかなっていう、その経験が生んだなんて言うんでしょうね、感動のなかったわけじゃないんですよ。これ本当勘違いしてほしい、しないでほしいのが、感動しなかったわけじゃないんだけど、でも期待が高すぎた。で、じゃあ今日改めてオーラニスモの肉でバンダーズマスカイライン走って、初めての時のような感動がなかったらどうしようかなって思いながらの今日の試乗で得られた感動っていうのは
全くもって色褪せてなかったんですよね。初めてスカイラインをニスモの肉で乗った時の感動と同じように今回も私は感動を持って、この試乗をしてきたわけなんですよ。肉のニスモと四駆のニスモ、私が感動したのは肉のニスモだったんです。皆様最終的にちゃんとご自分でどっちがいいかなっていうのを考えてくださいね。私は、私にとっては肉のニスモの感動が四駆のニスモの感動を上回っていた、それだけのことです。ちょっと最後にというわけではないんですけれど、皆様この動画をご視聴いただいている上で今オーラニスモをもう注文済みで納車待ちで、その上でこの動画を見てるよっていう皆様に、私から本当にこれはお願いしますっていうお願いなんですけれど、どうか皆様車を購入するって決める前に、そして注文書にサインをする前にいろいろ悩んで決めたこと、それをどうか疑わないでください。というのは、じゃあ四駆頼んでたんだけど、やっぱり肉の方がいいな、この案内人が肉がいいって言ってたから、やっぱ肉にしよっかなみたいなの、もしかしたら思われる方いらっしゃるかもしれないんですけれど、一度ご注文いただいた車の仕様を変更する、肉から四駆に切り替える、これですね、皆様が思ってる以上に私たち日産ディーラーの人間としては大事なんですよ。マジ本当にってめちゃくちゃ大変なんです。いろいろ大変なんです。というところを踏まえてですね、どうか注文した車を変えないでください。お願いします。本当にお願いします。これ福島日産だけじゃなくて全国の日産販売店の皆様からのお願いだと思って聞いていただければと思います。ね、なおかつですね、最終的に私は肉がいいなっていう判断をしましたけれど、でも実際じゃあ四駆を選んだ方が四駆にを納車になって乗っていって、その上で気づく喜び、楽しみあると思うんですよね。私も言うてですよ、言うて100キロやそこらオーラニスモの四駆を乗っただけで、バンダースマスカイレーン走ってきただけの男です。でその中で、でも上りは肉のニスモの方が私は楽しかった。でも下りの区間を上げるなら、下りの区間の峠道だけを上げるんだったら肉より四駆の方が楽しかった。これ本当のことなんですよ。車の性能を感じながら、車の頑張り具合を感じながら、でももっと下りのコーナリングでアクセルを踏み込んでいける、そんな感覚が残っている。これは四駆のニスモでしか味わえなかった部分なんですよ。そのあたりをですね、どうぞ皆様お願いです。踏まえてですね、そしてじゃあ今肉を選んで注文して、うわでもやっぱりもうちょっとお金出して四駆買っときゃよかったな、なんて思われてる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、皆様どうぞご安心ください。私が肉を選んだようにですね、肉のニスモでしかない喜びっていうのが絶対にあります。そこを楽しみに、今のその納車までのいろんなモヤモヤとか、ああすればよかったかな、こうすればよかったかな、どんなところ走ろうかなみたいな、そんなモヤモヤでもいいんですけれど、そのモヤモヤをですね、じゃあ納車して、そして自分の車としてオーラニスモに乗った時に、それが全部感動に変わりますから、それを私はお約束したいと思います。肉も四駆も自分の車、自分のマシンとしてオーラニスモが来た、そして乗って、そして自分のお気に入りのドライブコースを走った、その楽しみ感動、絶対に間違いのないものになりますので、そこをですね、ぜひぜひ今納車待ちの皆様、楽しみにしていただきたいと思います。そして肉にしようかな、四駆にしようかな、そもそもオーラニスモ買おっかな、どうしようかなって今悩んでいる、注文書を書いていない皆様、もっともっと肉にするか四駆にするか悩んでください。悩んだ上で決めたことっていうのはきっと間違いにはなりません。でもオーラニスモを選んだら、肉だろうと四駆だろうと
本当に楽しい、カーライフを過ごせる、これも私は自信を持っておすすめする部分ですので、はい、熱く語ってしまいますけれど、どんだけお前オーラニスモ好きなんだよって思われちゃいそうで、他の車種に乗った時に私申し訳ないけどここまで熱くなって語ってないんですよ。それはもう明白な事実としてですね、ご覧いただいている皆様わかるかなと思います。でもそれだけですね、私が饒舌になって、そして熱くなって、で皆様にこの気持ちを伝えたくなる、そんな車がオーラニスモだなっていうところですね、もう分かっていただいたかなと思います。2区か4区かは迷いましょう。でもオーラニスモを選ぶという点では迷いは必要ございません。欲しいと思ったら選んでください。はい、ではもう福島市内走っておりますが、ゴール地点福島日産福島五の目店まもなくでございます。最後にですね、全く同じ道を前回の4区と今日の2区で、走ってきました。多分走り方も、あと走行モード何を選んでたかも2区と4区で違いないですし、途中で渋滞とかもなかったので、ほぼ同じ条件で燃費を比較してると思います。到着しましたら最後に燃費のご報告いたします。はい、それでは福島日産福島郷の目店に帰ってまいりました。いやー楽しかったな。で、あと思ったよりも早く2区と4区の乗り比べといいますか、4区で走ったのと同じ道を走ってくることできましたので、その辺もですね良かったなって思います。なんか4区の時のこの感覚とか感情がですね薄れる前にこの2区のオーラニスモに乗ることができた、そしてその考え気持ちをですね皆様にお伝えできたというのが本当に良かったなって思います。皆様も参考になったり迷いの種になったりしたんじゃないかなと思うんですけれど、車選び楽しんでやっていただければ幸いです。では最後に燃費のご報告です。じゃん、こちらです。郡山市を出まして高速に乗ってバンダーズマスカイラインを走って下って福島市まで来ました。走行距離が 105.9 キロ、平均燃費ちょうどリッター20キロ、全然いいじゃん。4クロニスもですねリッター17キロ台でした。2キロ以上この肉の方がいいというところで、そのあたりもですね皆様の迷いの種の一つになるかもしれません。まあ当たり前ですけど、4区のニスモよりもこの2区のニスモの方が燃費はいいんだぞっていうところも、まあなんだかんだ言って車燃費も大事ですから、はい、いろいろ悩んでいただければと思います。福にチャージ YouTube チャンネルは毎日更新です。チャンネル登録をしていただくと見直しがございませんのでお勧めしております。また今回の動画いいなと思った方はぜひグッドボタンで応援してください。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。